魔石、ルース魔石鋼のものとよく似ています。ドラクロアは新たな魔石鋼を探しているんでしょうね。解放軍が動けばビュエルバさんの上質な魔石を輸入できなくなりますから。あの子なの。でもこのミストはミューリン。ヒュムの匂い、力の匂い。どうしたの？ヨルナ、力に飢えたヒュムが。正常なる七筋の光よ、行け。これならどうだ。Thank you.
だったんだ今の。姉さん。森に帝国兵が現れた時も、里の仲間は無関心でした。森が荒らされない限り、ヴィエラは外からの何もかもを無視するんです。でも、私は不安で、帝国の狙いを突き止めたくて。それでここまで調べに来たらとっ捕まったと。無鉄砲は姉譲りかね。あの人たち、私に石を近づけたんです。人体がミストを取り込むとか、ヴィエラが最適だとか言って、その石の光を見たら、私リヴァイアさんね。あの時暁の断片が放ったミストが私をたけらせたように、この子の心を奪ったのは神像浜関。カネロさん、僕が差し上げた石、まだ持っていますか？はい、もちろん。僕の想像以上に危険なものでした。あなたに渡すべきじゃなかった。すみません、こんなものを。私にとってはお守りだったんです。リヴァイアさんでも、みんなを守ってくれて。危険な力だろうと、支えにはなるのよ。かもしれないけどさ。森のささやきを聞いた。持っていけ。レンテの涙がお前を許す。森を越えてどこへなりと行くがいい。それだけなの。森を出て知ったわ。世界は動いてる。なのにヴィエラは何もしないというの？ヒュムの世に関わるのはヴィエラの佐賀ではない。嫌なのよ。イバリスが動こうとしているのに、ヴィエラだけが森にこもっているなんて。私だって森を出て自由に生きたいのよ。やめておきなさい。あなたはヒュムに関わらないで、森にとどまり、森と共に生きなさい。それがヴィエラよ。でも姉さんだって。もうヴィエラではなくなった。森も里も家族も捨て、自由を手に入れた代わりに過去から切り離されてしまった。今の私には森の声も聞こえない。ミュリン、あなたもそうなりたい？姉さん。いいえ、あなたの姉はもう一人だけ。私のことは忘れなさい。嫌な役をさせたな。あの子は掟に反発している。掟を支えて里を導く立場のあなたより、掟を捨てた私が止めた方がいいわ。頼みがある。
私の代わりに声を聞いて。森は私を憎んでいる。去っていったお前をただ懐かしんでいるだけだ。嘘でも嬉しいわ。気をつけろ。森はお前を奪ったヒュムを憎んでいる。今の私はヒュムと同じよ。そうでしょ。さよなら、姉さん。